雷ボーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、ミシガン州出身、雷道場所属。アメリカ人であるが非常に流暢な日本語を話し、当初は本名であるライアン・ボウの名義で出場していたが、2001年1月のトニーでドルフ、1000からリングネームを漢字読みした、雷ボーに変更した。州都を主戦場とし、 世界ウェルター級ランキングの常連として活躍。ブラジリアン柔術の試合や、シュートボクシングにも出場経験を持つ。2000年11月12日、シュートでゴミ高ノりと対戦し、0から3の判定負け。ゴミは眼下低骨折で手術を受けた。2003年12月、川尻達也に小負け。シュートの艦隊平洋ウェルター級トーナメントで、 2004年3月、杉山ンに判定勝ち。2004年7月、準決勝で、匠に判定勝ち。2005年1月、決勝で、僕光明に判定負け準優勝。2006年4月11日、ディープ25インパクトのディープライト級王者、決定戦で、帯谷信弘と対戦。激しい打撃戦を展開するも、0から3の、 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2007年2月17日、初参戦となったバドッグファイトでニック・アガラーと対戦し、フロントチョークで一本勝ち。2007年4月13日、ディープ29インパクトでバルバル44と対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。ありがとうございます。